ずいぶん楽しそうだな。何よあなた、邪魔しないで。黙れ。邪魔は貴様の方だ。この男は今から生か死を選ぶのだ。デッドオアダー。逃げろこのうろけ者。隠せ。待て。待て。おはようございます。おう、横寺、変態の病は無事に治った。部長、そんなに胸が膨らみ始めたのは小学校何年生くらい。この外道、死ね。もう三度死ね。ダメです、やめてください。遅刻し、取った。止めるな。月子をかぐわかす男はやつだけに。大丈夫か。あと50周、根性見せろ。お疲れ様です、部長。おう、横寺か。もう変態の病は治ったのか。はい、おかげさまで無事完治しました。そうか、ならば。先日、ゲームセンターでの妹との二股デート、覚悟はできているな。羞恥心を取られた僕だから全然恥ずかしくはなかった。ただ感動していたんだ。表情が分かりやすくなった鋼鉄の王はちょっと可愛いなってね。私は優しい上によく気が利くな。しかも彼氏がいたことはないと来ている。いわば新築で防犯に優れた超優良物件。そろそろ入居者が欲しいものだ。そう、僕うっかり屋さんなんだよね。ごめん。ほら、こんなところもうっかり屋さんっていうか。それじゃあ僕はこの辺で。おやすみ、いい夢を。完璧なクズだな。隠しに疑われるのは辛いな。でもやっぱりこれ僕のための世界に見えるよな。待て、横寺。謝るな。私に任せろ。舌を噛んで黙るか、舌を噛んで死ぬかしてください。いきなり怖いよ。貴様、月子の裸を見たとな。いや、やはりそうか。貴様、横寺の弟だな。まだその設定信じてたんだ。あの夏の自分。